これは某大学のテニスサークルに所属する学生たちが撮影した映像。今から怖い話がすると本当に霊が集まるのかやってみたいと思います。合宿先の旅館で怪談話を始める学生たち。しかしそんな若者のいたずら心が恐ろしい事態を招くことになる。これずっとまっすぐ行けばいいの？聞いたらまっすぐまっすぐ全然まっすぐって彼女は普通に答える。でも10分ぐらいしてきた。お分かりいただけたであろうか、怪談話をする学生の背後に霊の顔が浮かび上がっている。大きさから言って確実にこの世のものではない。興味本位で怪談を楽しむ若者たちに警告を鳴らしているのか、それとも誰かに取り付こうとしているのか。あるところにとても仲の悪い夫婦がいました。しかしある日、夫は些細な喧嘩で妊娠中の妻を殺してしまい、公園の桜の木の下に埋めてしまいます。数年後、その夫は美しく咲き誇る桜の下で泣いている男の子と出会いました。夫が、どうしたんだい、お母さんはどこと聞くと、男の子は泣きながら桜の木の下を指さしました。次に、じゃあお父さんはと聞いてみました。すると男の子は夫を睨みながら、お前だ！突然何かに反応した霊。一体この霊は何に反応したというのか。ちなみにこの後霊はすぐに消え、二度と彼らの前に姿を見せなかったという。